どうも、プロポです。質問です。私は慢性の副鼻腔炎なのですが、ちょっとしたことで副鼻腔炎になりやすく、ハウスダスト等アレルギーもあるので、普段からマスクをしていますが、他に普段から注意しておいた方がいいことなどはありますでしょうか？ということが一つと、友達、質問失礼します。慢性的な鼻詰まりの対処法、私の場合はどちらか片方がいつも詰まりますということです。で、まあ、片方がいつも詰まるってことに関しては、実はこれ生理現象だったりするんですけど、まあ、それで置いとくとして、副鼻腔炎とかに対する、話ということで、今日の動画では、鼻洗浄ね、鼻洗浄について話していきたいと思います。鼻洗浄ってご存知でしょうかね。僕は耳鼻科医になるまで知らなかったです、正直。あ、こんなにいいものがあるんだってことで、副鼻腔炎に対する、まあ、予防とかもそうですし、あとは花粉症に対する対処としても使えますし、あと風邪にも効くって言ってるぐらいです。で、あとは、鼻の手術の後の方とかには全員やってもらってるぐらいのものですんで、これぜひともね、すごくいいものなので、知っていただいて、ぜひともやっていただきたいと思って、やってます。で、鼻洗浄機ですけど、これと値段ほんとピンキリなんですね。本当にピンキリ。高いもので言ったら、もう2、3000円とかするものもあれば、これとかは本当安い、数百円で買ったもんですけど、まあどれでもいいと思うんですね。僕なんか安くていいやと思ったんで、この数百円ぐらいのものでやってますけど、実際やり方とかですけど、まあ、実際今僕がこの鼻洗浄をやってるとこを映してもいいんですけど、多分見るに耐えない動画になってしまう可能性があるので、ちょっと実際にやるのはちょっと置いとくとしてですね、まあそれは他の当てる動画とかありますので、一応下にリンク貼っときますんで、そっちで見てもらうとして、今回はやり方とかを説明したいと思います。水で鼻の中をこう洗い流してくる。鼻の中にある、まあ、汚れを取ってくるっていうような感じですね。で、普通の水だと痛いんで、こういった食塩水でしょ。普通の水だとね、鼻に入って痛いと思うんだけど、プールとか入って水、鼻の中水入ると痛いですよね。だけど、食塩水だと痛くないんですよ。なので、こういったその生理食塩水を使うと全然痛くないと。で、ちゃんと滅菌してあれば、衛生上も大丈夫ということですね。まあ、実際どうやってやるかっていうのは、これ鼻をこれ入れて、まあ、鼻の中に穴にこうやって詰めて、こう、プッと押すんですけど、プッて入れるときに、ジャーッと入れるときに、あーって声出しながら入れると、鼻の奥の、まあ、上咽頭っていうところがこう、鼻の奥から喉に落ちるところにこう蓋がされるんで、あーって声出すことでね、蓋がされるんで、それによって、こう、まあ、奥に壁ができるので、まあ、効率よくね、鼻の中を、お笑えるということで、こう声出しながらやるとですね、あーっていう感じで。まあ、1回の量はだいたい 100cc 弱ぐらいでいいかなと思います。これとかは、特に 100cc ぐらいも入んないですかね。70-80cc ぐらいまでしか入んないと思うんで。まあ、だいたい 100cc 程度かなと思います。で、頻度としては1日2回ぐらいやるのがいいかなとは思います。あと、注意点ですけども、こう、一つとしては上を向きすぎないってことで、あんまりこう上を向きすぎちゃって、こうやってやると、耳に水が入る可能性があるので、まあ、そうすると中耳炎のリスクとかになったりもするので、そこは注意してもらいたいです。あと、終わった後に、鼻洗浄終わった後に鼻を強く噛まない。それもやはり耳に水がいってしまう原因になりかねませんので、問題点としてはですね、洗浄液が普通に買うと結構高いんですよ。鼻洗浄機は数百円で買えるんですけど、洗浄液っていうと、洗浄液がまた500円とかしたりして、まあ、ちょっとそれはさすがに毎日やるには厳しいなと思うんで、これの解決策としては、一つは自分で作るというのが一つ。で、もう一つは、生理食塩水を、まあ、安く、鼻洗浄機として買うんじゃなくて、生理食塩水自体を安く買ってしまうっていうのは手だと、思います。で、作り方としては、これ生理食塩水って、だいたい濃度が1リットルの水に 9g の食塩水で作れるんです。なので、まず最初にこう、1リットルね、水入れて煮沸して、沸騰させる。で、そのところに、食塩水を 9g 入れて混ぜて、それを洗浄液として使う。で、自分で作るっていう方法だとそういう風に作れると思うんで、やってみてください。まあ、安く買うっていう手ですけど、まあ、これとか、これコンタクトレンズ用食塩水です。これ Amazon で買ったやつなんですけど、これなんて 500cc ありますけど、だいたい100円ぐらいかな。100円ぐらいで買えちゃって、で、これでもうずっと結構持ちますんで、こういったその生理食塩水自体を安く買ってきてしまうっていうのを手だと。まあ自分で作るのもいいんですけど、なかなか手間だったりするんで、まあ、安く買えるんだったら安く買ってしまった方がいいかなと思うんでね、やってみたらいいと思います。で、鼻洗浄非常に副作用も少なくておすすめです。まあ、花粉症とかですね、風邪をよく引くとか、副鼻腔炎に良くなるとかありましたら、ぜひとも鼻洗浄の方をやってみてください。ね。はい、じゃあ今日は以上です。お疲れ様でした。